皆さんこんにちは、クロヤンの桜子チャンネルのママです。今回も動画をご視聴くださりありがとうございます。今日もですね、これからお出かけするんですけれども、今からねお出かけの準備をしているところです。こちらのねペットカートね、そのまま物置に入れておくので、埃がどうしてもねしばらく経つと溜まってしまいまして、ブロワでね一気に埃をね舞い上がらせているところです。皆さんね、カートのお手入れとかどうされていますかね。我が家はねズボラなのでね、こんなことになってしまうんですよね、いつも。まあそんなこんなでですね、クロヤに相変わらずいたずらを仕掛けるままです。ところでですね、今回我が家はねハリースペット、こちらのね商品をね購入してみました。実はですね、我が家もねペットカートのね新調を検討しておりまして、散々ね迷ったんですけれども、こちらのねエアバギーをね購入してみようかと思いまして、楽天ポチッとしてみたんですけれども、一番ね気に入ったカラーのねこちらのブロッサムというのが欠品状態でして、多分ねキャバリアランドまでにはね間に合わないんですよね、残念。そんなわけでですね、こちらのねコンフォーターの方が先に届いてしまったという状態なんですよね。今回ね中のねクッションとかは多分大きすぎてね、こちらのカートにはぎゅうぎゅう詰めになると思われるので、こちらのね、コンフォーターだけでもね、つけていってみようかなっていう感じでね、今、パパがどうやってつけるんだっていう感じで試行錯誤をしている状態でございます。つけられるのでしょうか、こちらのペットカートに果たして。かなり磁石が弱いんだ。だからみんなあれか、よく洗濯わさびで挟んでるんか。どうやらね、いまいち磁石がね、カチッとはまってくれないみたいでね、ちょっとどうしましょうっていう感じで、パパが思いあぐねているところなんですけれども、まあなんとかね、ちょっと緩いけども、カチッとはまるような、はまらないような。皆さんね、なんかよく洗濯バサミで止めてられる方もいらっしゃるのをお見受けしたことがあるので、こういうことかとね、パパが一人でブツブツ言いながらやっております。どうなんでしょう、エアバギーだとパチッとねうまい具合にはまってくれるのでしょうか。皆さんわかる方ね、ぜひコメント欄から教えてください。それでですね、今回なぜねバギーをね新調しようかなっていうふうに思ったかと言いますと、今のねバギーでもまあねクロヤと桜子乗れないことはないんですよね。ただねクロヤと桜子ね結構ね疲れやすくてですね、イベントなんか行くと後半の方はねバギーの中で2人でね寝ちゃうんですよね。もちろんですね、基本的にはねクロヤと桜子仲はいいんですけど、いいって言うんですかね、いつもねお家でもね絶妙な距離感をね保っている2人なんですよね。どちらかというとねクロヤが桜子にビビってる感じではあります。なのでね桜子が来るとクロヤはねスーッとね静かにいなくなってしまうんですよね、ちょっと不憫ですね。そんなね、わけもありまして、多分ね、このペットカートにずっと二人でね、一緒にね、近くに隣り合って過ごすっていうのはね、お互いストレスなんじゃないかなっていうのも、ちょっとあったりもするんですよね。
まあね、カートを変えてもお互いね、隣同士でね、過ごさなくちゃいけないっていうのは変わりはないとは思うんですけども、少しでもねスペースを取ってあげた方が、ということでちょっとね大きいカートを検討してみましたというお話でした。あとね、一つね候補に上がっていたのがピッコロカーネというバギーなんですけども、そちらもね結構ねキャバちゃんね乗ってる方いらっしゃいますよね。ね、ピッコロカーネの方はね、YouTube とかでもね、いろいろちょいちょい動画見て調べてみたところ、フレブルちゃんなんかがね結構乗ってるような感じの印象でしたね。安定感があるんですかね。フレブルちゃん結構重たいですもんね。まあそんなこんなでですね、これから出発してループさんにね今日は向かいたいと思います。ループさんね、初めて我が家はね行くんですよね。割とね高速を使うと我が家からはね結構近かったりもするんですけれども、まあなんせねデブ症な我が家なのでね、なかなか行くきっかけというのがなかったんですけども、今回ねループさんでマルシェがあるということで、初めてねお伺いしてみることにしました。楽しみですね。今ちょうどスヌードが欲しいなというふうに思ってたところでして、ループさんにね可愛くていいのが見つかるといいなというふうに思いながら向かっております。クロエがねスヌードを外したのをねうっかりね放置してたら噛んじゃって穴ぼこだらけになっちゃったんですよね。スヌードがもうね洗濯物とかも放置してるとねやられますね。桜子はねそういうことしないんですけど、うちのはねもうクロエがね厄介でね、全部クロエにやられてます。まあそんなこんなしてる間にですね到着したみたいです。こちらの鳩山町ふれあいセンターの駐車場に40台止められるそうなので、早めに来ればね全然問題なく止められそうな感覚でした。ちょっとね早めに着いちゃったなーなんてね思ってね待っていると、もうねたくさんのキャバちゃんがねいらっしゃっていました。我が家もね30分以上前に到着したんですけれどもね、皆さん早いんですね。今回はねここまでということで、ループさんのね動画はこの後また動画にまとめたいと思いますのでね、皆さんぜひお楽しみくださいね。カートもね到着しましたらねぜひご紹介させてください。こんなカートがおすすめですよみたいなね、うちは我が家はねこんなカート使ってますよみたいな、そういうね情報なんかもねぜひぜひ知りたいのでね、皆さんどんどんコメント欄からぜひ教えてください。それでは今回の動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。なんかねここ最近暑いですよね。皆さんお散歩大丈夫ですかね。そろそろ夏に向けて早起きをね我が家もしなくちゃいけないなというふうに思っているところです。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。